みっちゃん、てっちゃん、それさよチャンネル、今日はじゃーん、今回はりっちゃんが、22日ぐらいから投稿をもう一回再開するので、そうそう、の予定ね。なので、ああ、そうかそうか、思考停止扱い中なので再開する予定なので、6年生の筆箱を買ってきました。ちなみに、そうだ、6年生になって初めての学校、一回も行ってないんだっけ、まだ。そうかそうかそうかそうりーちゃんは出校停止中だったので、6年生になって初めての学校用を、まだ学校にも行ってなくて外にも出れてないので、ママが新福本店さんに行って買ってきたので、大体しか分かってないので、まずは3人のうちのりーちゃんの分から紹介したいと思います。ではどうぞ。まず1個目は定規、見えるかな、ライトが明るすぎて見えないから、定規です。りーちゃんマーベルの定規前持ってたよね。え、黒い定規使ってたじゃん。黒に赤いロゴの方、あれ違う、前もうなくなった。あった、違った、私の勘違いだった。あ、そうなんだ、初めてマーベルの定規。あ、そうなんだ、てっきり黒赤バージョン持ってたのかと思った。今回のりっちゃんはカラフルマーベルの定規です。次は消しゴム、そう、消しゴムも同じシリーズ、家に消しゴムいっぱいあるんだけどね、合わせ、そう、引き出しに大量にあるんですが、今回買ってきました、同じシリーズ。次はじゃん、これ前と一緒でしょ、違う、キャップ前は白だった、あの黒と白だった、黒にこれ後ろの、あー、そっかそっか、これもじゃあマーベルの新しいやつで、いよいよ最後はじゃん、かわいいのにその形。今回はりっちゃんはこれだったら中学生になっても使えそうじゃない、バッグがさ、超さね、荷物しょっちゃんね、毎日20キロぐらいからってんじゃないかとか、ね、やばいよね、あれはね、私も薄っぺらのやつにしようかな。あ、そうだね、その時はもうこのぐらいがいいよ、イオンにいっぱい売ってたよね。今回りーちゃんが選んだのはこれです。中身とかね、紹介して。あ、かわいい、かわいいよね、これシリコン、ハサミとかも入る、じゃーん、この形初めてかもね。前さ、イオンで誰かに勧めたんだよね、誰だろう、りっちゃんだっけに勧めたんだけど、その時は別なので今回はこれにしました。ここに定規とかいろいろ入れて、ここにほら鉛筆を並べれるのかな、あんまり入らないのかな、だけど綺麗に並べたら全然入ると思う。定規とかも全部入れれるやつを買いました。説明書、そうそう、説明書をやってこのやつ、はい、あと裏の、そう、裏はね、りっちゃんが、要望がメッシュになってて、いろいろ飾りをつけれるのをって言ったので、これにします。もう一個はね、ここにね、バーンってワッペンがついてたから、ワッペン何はね、邪魔になるかなと思って、こちらの結果が見つかりました。Google が動いちゃってた、Siri だった、が動いてた、声が Siri だった、じゃあ Siri かな、びっくりした。これにしました。何を、どれをつけるんだっけ、見せれない、何が見せれる、わかんないけど、あ、そうそう、りっちゃんが今作ってるこういうのを、でもどうやってこれつけるの、あ、丸カンでね、りーちゃんが作ってるこういうのを、ちなみにこれも手作りの筆箱なんだけど、こういうのとか、これは多分怒られるね、学校。いや、絶対飾らない。あ、そっかそっか、だからこういうのとかもつけれる、つけるやつ。前の筆箱のさ、ここにさ、いっぱいでしたよね。あれを移植するってこと、こっちに。いや、新しくまた何、あと1週間の間に作るってこと、そうなんだ。りーちゃんね、今ね、ね、出校停止中にこういういろんなのを図工の時間として作ってます。すごいね。です、今回りっちゃんのはもう一度紹介します。筆箱に入れてって、え、いいの、うん、今の鉛筆だけ、名前書いてない、見えないです、 OK、 そのリンゴのやつ初めて見た、あとで全部名前つけるね、あ、匂いがつく、ついてるやつか、これ名前ついてる、あ、ついてる、あ、そうだね、この匂い付き鉛筆とか、
これ似てるね、キャップとバッグと似てるね。をいろいろ入れて、いろいろ入れたいと思います。また新旧入れ替えのところはまた後で撮りたいと思うので、今回気に入った？大丈夫？気に入った？全部マーベル気に入った？よかったよかった。今回ぐらいだよね、しょっちゃんもだしね、ママが買ってきて、はい今回すればこれだよって渡してるのね今までにはないことですが、今度ね、次の楽器の時は自分たちでイオンにでも行って、イオンか新曲さんに行って自分で選べたらいいと思います。今回はりっちゃんはマーベルセットを購入しました。皆さんもぜひ選んでみてください。バイバイ。グッドボタンもよろしくね。バイバイ。バイバイ。